今の音は？カナタ、怪我はない？ミゼラ、なんで？どうしてここに？しかも血、何してるの？もう大丈夫だよ、カナタ。トガオニは私が殺したから。殺した？ビサセ、ビサセ。死んでるよ。ちゃんと心臓を刺せたはずだから。死んだってそんな簡単に？嘘でしょ、ミセラがそんな。わけわかんないよ、どうして君が。行きましょう、こっちからなら村を抜けられる。ミゼラ、ここには誰もいないはず。いたぞ、トガ人だ。見つかった。騎士団全員が撤退したわけじゃなかったのか。行くぜ、遅れんなよ。こうなったらやるしかない。ミゼラは俺が守る。うん、カナタならそうしてくれるって知ってるよ。じゃあ進みだ、グレン襲撃。どうよ、先行推進じゃ。俺様の技術はハッピーな夢だけとは限らない。炎よ燃え上がれ、連鎖天風陣。来たる、ガレン報酬学。生きて帰れると思わないことに。全身電撃、頭が減る。限界を超える剣を吠えろ、雷神総評が。助けてくれたのは嬉しいよ。だけどどうしてビシャスを。あの人はダメ。あの人はカナタを悪い道に引き込むような気がする。だからって殺すことはなかった。自分が何したか分かってるの、ミゼラ。トガオニは大罪人でみんなの敵、現に村の人を人質に取ってた。それにクレスを撃ったのもあの人なんでしょ。そうだよ、あいつはひどいやつだ。だけどさ、行くぜ、遅れんなよ。ヘルプロー。
帰れると思わないことだ。無人電撃秋定め刻む邪連報酬額手間をかけさせない。テンショック、いつでもいける。容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ。リーサルペイン、くっ、もつける。限界を超える。剣を吠えろ。大人創業が癒しの力を発動。エイド道も騎士団が待ち伏せしてる。やっぱり逃げ道なんてないよ。ないなら作ればいい。注意を引きつけることができれば包囲網は崩れるはず。あれを使いましょう。あれは備え用の薪木？勢いよく火をつけて燃やせば騎士団の注意もそちらに向くはず。でもあんなにたくさんの薪木、火をつけるのも時間がかかるよ。大丈夫、これを使えば。それは俺があげた。知らぬいの炎はとても大きくて一瞬で燃え広がる。一度使ったから私にはわかるの。これを使えば大きな炎をすぐに作ることができるわ。ミゼラ、この髪飾りは一生大切にするつもりだった。あなたからもらった私の宝物。あなたを救うために使うのなら。お前たち何してるんだ。見つかった。ミゼラもいるのか。その手に持っているのは知らぬいの花。まさかお前火をつけようとしていたのか。違う。そう、あなたたちの言う通り、修道院と同じようにここも燃やしてやろうと思ったの。ミゼラ、何を言ってるんだ。なんだと。それじゃ修道院は。いたぞ、トガビトを捕らえろ。また戦うしかない。イッツショータイム。ミゼラ、どうしてあんなことを。けど今は敵の方を何とかしなきゃ。炎よ燃え上がれ、熱波扇風機。いやー、どうだ、先行推進じゃ。手間をかけさせないで。新人電撃秋定め。帰れると思わないことに。ヘルスクロー、いつでもいける。容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ。リーサイタルペイン、受けてみろ。持ちる。限界を超える。剣を吠えろ。大人創業が、癒しの力よ、ハットエイド。you
らは？ここからなら。ミゼラ、どうしてそんなところに。